死刑台の72時間は、篠原知恵による日本の漫画作品。2013年に NHKBS プレミアムにてテレビドラマ化された。プチコミック1997年11月号に掲載された。新州の蛍光原駅から車で2時間、人里離れた洋館をチャードハウスに招待された5人の男女。各人とも4年前の殺人を告発されたくなければ、 オーチャードハウスに来るようにと求める手紙を受け取っていた。館の主である女性の息子が4年前、通っていた予備校の屋上から転落死したという。当時、同じ予備校にいた5人の中に、彼女の息子を殺した犯人がいるはずだと突き止めた。彼女は、72時間以内に犯人が名乗りでなければ一人ずつ、殺していくと宣告し、誰も名乗りでないまま時一刻と時は過ぎ、 数とまた一人と死者が増えていく。かつて、親友の彼氏を奪い、彼と一緒にいる間に親友が亡くなり、彼女を殺したも同然だと後悔する、大学生のキリコは、人を殺したという過去を重ね合わせて苦悩し、恐怖に怯える招待客の一人、教室に寄り添いながら、生き延びる術を探っていく。やがて、主の息子が亡くなった日には、キリコも表室もアリバイがあることが判明し、 事態が大きく動く。NHKBS プレミアム特集ドラマにて2013年11月26日12月3日に全2話で放送。ありがとうございます。